い、どうも赤星せよ赤星マシマシ TV はいさて、今回はどこへ行ったのかというとですね、イゴッソーさんというイゴッソーで、練馬区にあるお店でございます、はい、ね、見ていきましょうね。東伏見駅から徒歩15分ということで、東伏見自体は隣の市なんだけど、はい、一応練馬区内。なるほど。なんとこちらですね、あの本店で助手をされていた店主さんが出したお店なんです。なるほどですね。そうなんですよ、元、三田勤務の方ということで、どんなお店なんでしょうか、はい、オーダー制でございまして、うん、席ついてからこうラーメン、ショーラーメン、2人前、はい、選んで、そして申告をするという感じで、カウンターだけなんだけどね、なるほど、ちょっと珍しめなんですけども、今回はこちらのね、豚入りラーメンの、まあ、大盛り100円増しということで選んでおります。豚飯なんかもあるんですね。豚飯なんかもあるんですね。こちら、豚入りラーメンの大盛り、全部すごく多めという。なるほど、ね。マシマシコールがね、あるかちょっと微妙で、助手さんに聞いたらすごく多めと言ってくださいみたいな感じだったんで、言っちゃいました。ね。で、ニンニク入れますかを開発したのが、こちらの店主さんだという噂があるんですよ。ええ。で、助手時代に酒井さんが使い始めて、それよりも前は、あの山田総帥の目を見てタイミングを測って言ってたらしい。むずいな。むずかったらしいのは酒井さんが。そうなんですよ、やってくれたらしいんですよねという噂ですけどね。まあそんな感じで、あ、ビニューカスープからいっちゃいましょうね。器にね、こう下味の時にこうなんかこうニンニク2種類の返し、うん、あと旨味調味料なんか入れて、うん、そこにだしスープ入れてた。なるほど。で、深みがまあ違う、どんどん飲んじゃうよという冒頭からね、あのいつもと順番違う、2番目に豚をいきますね。もう香りがすごい良かったんですけども、うん、赤身の部分がね、非常に柔らかい豚になっております、はい、ね。醤油の染み込みでもこれ高いんでね、あの直後にこうスープを飲み込んでですね、うん、繊維に染み込ませていく食べ方がおすすめ。なるほどね。なんですね。どんどんいきましょう。野菜の標高なんと高尾さんぐらいで登りやすいんですけども、女性にも嬉しい。鮭野菜につけてスープにつけるとうま吉です。ね、吉とは名前の方です。うまいにちょっと名前を付けちゃう、うま吉くんです。はい、よかったよ。よかったですね。危ないとこだったよ。あ、ちょっと、あ、大丈夫です。はい、麺ということでね、200g ぐらい、通常はね、大盛りでも300未満ということで、結構少なめかなとは思ったんですけども、もちもち度が高い高い。でもちょっと麺としてはこう細め系ですよね、うん、二郎としては、二郎系としてはちょっと細いタイプということで、どんどんすすっていきますが、こちらですね、ニンニク、うん、ニンニクですけども、はい、まあ少なめといえば少なめなんですが、うん、三田の二郎ぐらいのニンニク量かな。そんな、うん、はい、まあ先ほどのね、下味としてもこう最初からニンニクこう入れてるように見えたんで、マシマシじゃなくてもまあニンニクの感じはそう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 、いいですよという感じですね。さあ、そしてごめんなさい、特製 SB 胡椒です。特製なんですかこれ。特製 SB 胡椒、これ、うん、あんま見たことないですよね。こちらですね。これなんと国会議事堂のようなあ、ほんとだものが描かれて、どういうことなんでしょうか。国会議事堂御用達。いえ、なんとこれですね、 SB9 本社工場の社屋です。あ、そうなん。ええ、伝統的な缶に多分詰め替えてマジ使ってらっしゃる可能性はある。ヴィンテージものの。本当に。はい、本当ですか。お宝缶っていうのは出していい。いや、まあそこまでではないと思いますけども。余計な味変のないオーソドックスな古書二郎です。古書二郎ですか。古書二郎を味わえるということでね、ぜひとも使ってみてほしいですということでね。さらにね、卓上会社ももちろんありますね、はい、試してみましょう。これがですね、はい、これまず美味しいという前提で 3.5 というのを叩き出し、もう一回ちょっと飲んでみましょう。なんでこれはどうなんでしょうか。3.5 でした。そりゃそうよ。3.5 でした。なんで2回飲んだんじゃ。いや、ちょっとどうかな、1回もちょっと少なかったのかなっていうね。2回目の楽しみはやっぱり 3.5 でした。飲むのもおかしいんだけど。まあね、油がちょっと細かいんで、うん、のくちょうど甘くなってきちゃうんでね、全体が。で、この返しは効果抜群です。で、ちょっとスープ飲んでご覧ください。ね、あまりに美味しくて感飲しちゃいました。もう感飲ですね。すごく美味しかったねー。ということでステータスを、まあ、見ていきますけども、全体的にね、こう低めの設定でございますけども、はい、マシマシで言えば 84.6、 結構珍しいですよね、うん、大盛りにしても 84.6 ということで。大盛りか。そう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 、まあ、先ほど言いました女性にも嬉しい、はい、ね、一杯でございます。イゴッソーってどういう意味なんですかね。あ、
男してるというか武骨というか、あ、そういう意味だ。そう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 、四国の方の言葉だったかな。あー、そういう、あ、ほんとだ、高知の、高知か、土佐弁らしいです。あー、なるほどね。こう強めなお店、土佐の方、土佐の方の可能性はある。でもね、この場所ね、うん、実は僕思い入れがあってですね、え、あのピースの又吉さんの火花、うん、で、あの主人公が吉祥寺から、うん、先輩の芸人さんの家に歩いていくと、うん、お家に、うん、彼女の家か、うん、吉祥寺からバーって歩いてった場所がこの練馬区関町の方なんです、なのでそのこう越えてた歩道橋の近くにあるの。あの歩道橋の僕も思い入れあるっていうか、普通に火花見たってだけだけど、なんかパーソナルな情報かと思ったら僕火花見ましたっていうだけの話でしたね。いやでもさ、あの場所にあるんだっていう、火花の聖地でしょ。いや個人的な思い入れあるみたいな言い方してたからさ。あ、そっか、火花、しかも先輩の名前も出してさ。そう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 、そうです、そうです。ということでね、僕としてはこう2つの意味で違うのよ、はい、だから火花見た人でね、僕じゃなくて。あ、そうですか。まあそういうことなんです。ということでね、はい、イコスソーさん、ぜひとも行ってみてください。ごちそうさまです。Thank you.